あまりしていません。甘めだね。そう、甘めですね。そうなんですよ。バッチリメイク、そう、あのマスカラ以外はバッチリメイク。あのね、最近ね、最近というか昨日からね、一昨日ぐらいかなからちょっとメイクをなんかアップデートしたいなと思って、そうメイクをね研究中です。キリッとしてる、キリッとしてる、キリッとするように見せるようにはしてないなあんまりあれ目的というかなんかあれが違う、キリッとさせたいのかな、キリッとさせたい、どうなんだろう、キリッとしてるのは私の元の顔立ちじゃないちょっと頑張ってアイラインで目元を強調しようとしているよいしょ、唐突にいなくならないで。そう、なんかキリッとしてるのは私の元の顔立ちなの。だから LINE の引き方とか変えたの、違う、なんかあのメイクの仕方を変えてみてきたりする。ちょっとチークね、新しく変えてみました。なんか可愛い系のチークと、あと9点の目代わりなので、目代わり期間中なのでアミューズのブドウリング、ブドウリングブドウじゃグレープベベなんかいろいろの名前が混ざってるっていうのをね、そうちょっとピンクメイクっぽい感じ、そうピンクメイクっぽい感じです。キリッとさせたいっていうよりもなんか、目代わりって本当にそんな安いの？あの 20% オフのクーポンが出てるんです。で、目代わりってお祭りだから、あの各ショップがなんか結構クーポンとか出してたりとか、あとなんかセット限定福袋みたいな感じのを作って売り出したりとかするから、なんかも普段使ってるものが 20% オフになるって思ったら安いし、あすごい思いを届け、すごい、そう安いじゃんっていうのと、その期間でなんかプラスで買え、プラスでなんか欲しかったものが買えたらめちゃくちゃいいよねっていう話。あ、なんかでも結構ピンクメイクできてるな、ピンクメイクだわ結構。なんか配信で見るとなんか違いが分かる気がする。そんなに変えるんだ。まあでも言うなればさ、あれだよね、何も欲しくないと思ってるのに、何も欲しくない、欲しいものは別にないのに買っちゃうとか、送料がいくらで無料になるから買っちゃうとかいうのが発生するから、ちょっと我々は注意しなきゃいけないっていうセール期間ですよね基本。さあそんなわけでですが、皆さんドボンドボン見てくれたか。なんかさ目のさ赤いのめちゃくちゃさ、配信だとさめちゃくちゃさ反応するね。そんなにやってるつもりはないんだわ。はい、というわけでドボン見てくれましたか。私の手元にはいただいたチロルチョコがあります。見て見て、デコチョコ、デコチョコ今見てるよ。いいですね、デコチョコもらった、チロルチョコ、セイナー、ついな、ドボン、独り占め。
せいな。しかも衣装がさ、あの最近のさ、我々みんなが持ってるピンクの衣装着てるのすごいよね。ねえ、ちょっと今の私とはね、なんか、あ、でも今の私に近しい感じか。なんか髪型髪型、まあ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 、髪長くなったね。髪長くなってくるね。ちゃんと何か資料を参考にして作っていただいたんですかね。ミルク味ですね。まあそんなわけで、あのね、見てほしいものがあるんです。見てほしいものがあるんです。見て、ドボンのライブを開催したのが2月の17だっけ助けて、誰か有識者。合ってる？じゃないですか。もともとこれが入ってたのが、この箱に入ってました。見てください、見てください、めっちゃ食べとるやんどんだけ食べたのあんた1、2、3、1、2、1、2、3、4、5、6列ぐらいあったのかな、5列かな、5列ですね、5列あったはずの5、3、15個あったのにめっちゃ食べちゃった。でへ、残りの3個は皆さんに見せないといけないって思って残してたの。私偉くない？食べちゃったよ。よく頑張って残しました。なので食べたいと思いますこんな時間にチョコ食べるんかって思われ、え、どれがいい？ちょっとさ、残り2個はさ、しわ、よく食べますから、あの、どれ食べる？今どれ食べる？ちょっとさ、久しぶりに投票しよう。1、2、3で投票して。1、2、3。ね、このピンクの子が1。で、ドボンが2。で、この青い子が3。はい。投票開始。チロルチョコどれ食べる？それがなかったらすでに完食してたってこと。そう。皆さんに見せるつもりがなければ私はすでに完食していた。1、2、3 何を投票させとるのやっていう話なんですが、まあ1、2、3でちょっと久しぶりに投票を使ってみようと思います。斬新な投票じゃない？どれ食べるの？1と3違うの？あの色が違います。背景の色が違いますね。中の子は同じですね。まさかの投票。じゃあそろそろありますよ。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。あ、皆さん、せいちゃんは食べちゃダメっていうことで、2位が、このドボンが 44.8% でした。食べまーす、食べまーす。これはミルク味です。私が一番好きなのはホワイトってやつ。ホワイト、いや、あれホワイトだよね。中にじゃあホワイトチョコの中に、オレオっぽいちょっとブラックココア味のクッキーが入ってるやつが一番好きです。いただきます。ミルクだよ。これ全部味一緒、全部ミルク。残りは抽選でプレゼント。あげない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 。うまっ、おいしゅうございました。
チョコ早い食べるの早いおいしかったチョコ。何飲んでるの？今日はルイボスティーです。あ、おいしかった。おいしかったです。そのカップいいね。お手手綺麗、ありがとう。最近ね、最近この年になって、この年になって始めたことがありまして。なんだと思う？なんだと思う？最近の私のマイブーム。まさかハンドクリーム？いや、頑張って塗ってる塗ってる、それは前々から。でもちょっと忘れちゃいがちだよね。手に関係あります。なんだと思う？まさかオイルでケアも始めた。ピンポン、それも合ってます。ネイルオイルでケアも始めた。鼻うがいは前々からしてる。写経してないなんで写経する？爪のケア、そう、爪のケアです。爪のケアで何だと思う？香水は前々からちょこちょこたまにつけてます。セルフネイルしてません。マニキュアしてない。スチームケアしてない。ネイル甘皮違うその声何？なんかさあ、ピンポン、爪やすりです。当たり。なんか福岡家がずっと爪切り派だったのなんだけど、爪切りって二枚爪が加速するという話を聞きまして、私二枚爪になりやすいんですよ。なんでだって思ってたら、その話を聞きまして始めました、爪やすり。ちょっとなんかいろいろ、ちょっといろ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 ちょっと汚いな。大丈夫か？見せられる爪か？君たちは見てください、この綺麗な爪を。もうなんかね、趣味になっちゃって毎日爪見てね、あの毎日爪見て自分の爪綺麗だって言ってやってますね。そう、あの爪切りってさ、四角く切れるじゃないですか。でも爪やすりだと削ってるからさ、ちょっとラウンド状にできるじゃない。それがめちゃくちゃ楽しくて、あの何もしてないんですけども、爪やすりを始めまして、はい、綺麗な爪でございます。ちなみにこちら右手はね、あの現在進行形2枚爪で見せられません。左手が綺麗です現在進行形2枚爪。やだやだ、右手は見せられません。握手会でも見せないです。でもまあ素手でやってないからね、手袋してるからね、見せられません。ダメです、左手しか見せません。あ、そう、アマゾンさんでね、あ、マイベストで見たのかな。私マイベストとか LDK とかそういうランキング大好きだからめちゃくちゃ調べるんだけど、で1位だったやつをアマゾンさんでポチりまして、めっちゃいい、ガラスの爪やすり、めっちゃいい、おすすめします。マイブーム、爪やすりマイブーム。そう、ガラスの爪やすり、ガラスでできてるやつのメリットは何かって言ったら、水洗いができるのがいいらしいですよ。手入れに時間かかりそうだね。そうなんですよね、爪やすりと言っても、あの表面まではね、あんまり、表面ちょっとだけやったんだけど薄くなるの怖いから、2枚爪だからちょっとやめて、あのここだけ本当に爪の先だけやるようにしてるんですけど、そう、なんか時間を忘れてやっちゃうよね。
なんか本当にさ、リハでさ、コンサートのリハでさ、まあまあ忙しい日々を送ってて、まあまあでなかなか忙しい日々を送ってて、家帰ってきてはぁってなってさ、はぁってなるじゃない、お仕事終わってさ、今日も終わったってなってさ、爪見てさ、あ、ちょっと爪やすいって言ってさ、やってたらさ、30分から1時間ぐらいさ、めっちゃ集中して爪やすりしてたの、何しとんっていう。そう、あのこのレッスン期間の気分転換は爪やすりだったっていう。なんかあんまりさ、私がさ本当に思考をゼロにするっていうのがなかなか難しいタイプの人間で、いっつも何かしら考えちゃうの。だから没頭する時間マジで大事で、考えないようにするっていうか、なんかそれだけに集中できる時間がマジで大事で、爪やすりがマジでいいアイテムになってました。そう、めっちゃ無心で爪やすりしてた。何してるの、23歳アイドル爪やすりが気分転換です、どういうことやねん。ほう、職人。同じ方向にやすりかけると二枚爪になるかも。ちゃんとやってるよ、ちゃんと。なんだったらね、あの YouTube で調べて、爪のやすり方って言ってね、動画出てきて、あの爪に対して45度で爪やすりをかけましょうみたいなのね、見た。めちゃくちゃ調べてるし、めちゃくちゃハマってるじゃんっていう。でも私、あの熱しやすく冷めやすいタイプなんで、爪やすり飽きるかもしれないですね。もう多分すぐ飽きると思うので、でもあの常日頃からね、ケアは大切なんで、はい、本当にやっていきたいですね。せいちゃんに爪やすってもらおうかな。ちょっと大丈夫ですね、自分の爪だけでも精一杯でございますね。あのネイルしてない分、爪綺麗で綺麗にしたいなと思ってて、綺麗綺麗。あ、右見せられないんだった、左だけだった。学校でもやってない。お家でやってる。足はどうするの、聞かないで、何も聞かないで。逆に気になるやんね。というわけで、最近の私の話でした。爪やすり会やってほしいけど、やだよ。やだよ、やばい。昔はね、お父さんにね、爪を切ってもらってました。ありがとうお父さん。え、いくつまで？え、小学生ぐらいじゃない？うん、小学生ぐらいまでお父さんが爪切ってくれてましたよ。お父さんありがとう。あの仕上げ磨きはお母さんで、歯磨きのね、仕上げ磨きはお母さんで、爪切りはお父さんでしたね。やっほー、こんばんは。ありがとう。
もうねちょっとね花粉の季節ということでね、福岡さん鼻と戦ってますね悲しいわ。今年花粉きつい気がするよね。私もそう思う。鼻うがいかな。この一瞬でできるわけないよやばい、今日ダメだ。今日あのマジレッサーが過ぎるから、あんまり変なこと聞かないでこういう時の私めちゃくちゃマジレスしちゃうから。し マジレス福岡マジレス大好き。やだやだ、ダメダメダメ。今日はあんまりボケない方がいいですね。ズバッと切っていくやつ。あばばば。ドラマ見るね、ありがとうございます。なんか口についてる。マジレスされて喜ぶね。あのマジレスされて喜ぶ人とそうじゃない人がいることはもうね知っているのでね。何話そうか。なんか話したくてやってはみたが、なんか聞きたいことがある人。はい。あ、そうだ、13日あさってはね発売記念の握手会、グループ握手会、個別握手会と配信もあります。なんとライオンを狙い初披露でございます。シュガハニ同時視聴はしないです。さすがにちょっとねこの時間からやってね、ちょっとそれはしないっすね。公演いつ出ますか。意外にすぐ出ますよ。うん、全然出る。レミタンとマサルとのグループがドキドキ。私は個人的にはあの2人とも絡みがあるので嬉しいです。マサルがどういう風に握手会してんのかちょっと楽しみだな。ちなみに今回の一押しの曲はね、マジでいいの。ね、あれです、あのアンダー22選抜のあのー、星、あれ星だっけなんだっけ星が降る夜にじゃないわ、違うわなんだっけ、星が消えないうちにです。星が消えないうちにがマジでいい。なんか私の好きなテイスト詰まりすぎ、マジで好き。あの曲調もめちゃくちゃ好きだし、すごいキラキラしてるの。なんか私好きすぎて、まだ MV 見れてないんだけど、 MV も公開されてるんだよね。あのね、音のキラキラ感っていうのが最近私気づいたんだけど、キラキラした音入ってる曲めっちゃ好きなの。キラキラした音のっていうとなんか難しいんだけど、あのネタ振りとかもさ、アレンジでさキラキラの音入ってるじゃん。ちょっとなんかシティポップみたいな感じの曲調が結構好きで、なんかどちらかというと歌謡曲寄りのような感じのテイストがすごい好きで、キラキラ音が入ってるんですよ。で、星が消えないうちにの曲は勝手に私はロミジュリみたいだって勝手に思ってるの。なんか勝手にロミジュリみたいな曲だと勝手に思ってて、そうで、マジでいい、めっちゃ好き。
可愛い。なんか好きすぎて帰り道に音源持ってるからね、あのコンサート用の音源持ってるから、コンサートの用の音源聞いてたただの職権乱用じゃないですか、福岡さんっていう。なんか泣きそうになる曲です。なんかなんていうのかな、泣かせに来てる音、キラキラすぎて泣けるキラキラすぎて泣けるなんかない、なんか悪くない、音源聞きたい、聞きたいよね、期待大です。なんか曲のなんていうのかな、転調するとなんかくぐってくる感じない、転調してる音に近いのかな、なんかそのすごくなんかそこのトーンの曲を聞くとなんか涙が出てきそうになるみたいな曲だなっていう。懐かしくなる感じではないんだけど、なんかエモいをイコール懐かしい、なんか自分ごとの懐かしいというよりも青春のキラキラ感を思い出して泣けそうな感じがある。あのなんていうのかな、君は僕を覚えてるかなってさ、そこにあった青春を思い出して懐かしむ感じじゃん。でもその何、星が消えてしまうのうちにはなんか違くて、そこにあるキラキラを、そこに今あるキラキラを大人が眺めてなんかハンってなる感じ。星が消えないうちにです、ごめんなさい、星が消えないうちになんかってなる。なんか若い子を見て泣くみたいな気持ちに近いかもなんとなくわかる？自分を振り返るんじゃなくて、そこにあるものを見て泣ける感じ。がすっごい好き。すっごい好き。めっちゃ好き。力説するじゃん。伝わってほしいんだ。伝えたいんや。私が若くない。まあそっちょっとあるけど、もうなんか20超えてるっていうところに、というかなんていうのかな、自分の今の立ち位置からそう思うのかもしれないけど、なんていうのかな、その曲を歌ってないから思うのかもしれないし、わかんないんですけど、なんかちょっとでもなんか感覚的にはもう学生ではないのでなんかすごい好きになっちゃったっていう。せいちゃんまだまだ若いのにもうそれを感じるのか、なんていうのかな、もうさ、一応大学も卒業してるしさ、社会に出てるわけじゃんね、活動歴10年は超えてるわけで、ってなるとなんとなくさ、もう若いけど若くないところも出てくるじゃないっていうところもあるんだと思うよ。わかんないけどあんまりわかんないけど、大学も出てる年じゃないってことね。そう、なんかね、染みた。私が大学出てるって話じゃない、大学も卒業してる年じゃないってことね。
そう、年齢の話ね。しみるわ、しみたわ、あのしみます。星が消えないうちには、あのなんか大人に、大人が見ると泣きます。大人が聞くと泣きます。いい曲ですね、好きです、楽しみです。披露が、ライオンもよろしくお願いいたします。よっしゃ、歌えるかわからんけど、なんか歌って帰ろう、帰ろう。歌ってこう、歌ってこうでいい。ゆきりんさんの卒コン近いから、ちょっとフレンチキッスさん、部分の部分も子供部分もある。福岡さん、そんなもんでしょう、人間って。わ、私ロマンスプライバシー歌える？歌えない可能性があるな。ロマンスプライバシーやったことあるんだけどさ、 A メロの歌詞を見てさ、歌えないなってなったんだな今。おっと、サビだけ歌ってみたら。ずっと前からとね、君なら大丈夫もめっちゃ好き。悪いの方が歌えるかな。あ、すごい、ロマンスプライバシーがいいですか。じゃあロマンスプライバシー行ってみようか。思い出すかもしれないからね。なんせやったことありますから私、ロマンスプライバシー。絶対聞いたら思い出すのにな。出てこないんだろう、記憶が記憶をね、ちょっと一回ね、ちょっとね、記憶を一回どうにかしたいよね。サビから過ぎた。あ、すごい、 I love you がなんかすごい期待してる。そう、フレンチキスさんの曲はね、振りが難しいということで、ゆきりんさんから。
君と最初会った時嫌な感じだっただろう。僕は髪が決まらなくてちょっと不機嫌だった。周りの友達慌てて一人で歌うの、まあ、ちょっと荒い。ほっといてほしかったから君と僕はそう向いた。しばらくしてから少しずつ君って意外に僕のタイプだって気づき始めた。だって好きなんていないじゃん。あの日の僕は恋なんかする気分じゃなかった。だって今更どんな顔してあれから君を忘れられないなんて言えるかよ。過去は無い I love you。サビだけカラオケサビだけカラオケIf じゃ始まらない恋をしているならねえもしもの道で迷う。サビの入りだけ一生迷子してる悲しいね。2番歌える曲なのに。失敗なんかすぐに忘れる大切な
絶妙に音程合わなくて悲しくなった。はい、ちゃんと聞いてくる。わー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 、ちゃんと歌聞いてくるね。近い誓いを立てました。今大誓い大誓い。次回お楽しみに。宿題できた。宿題できました。押す。これ歌いたかったからちょっとこれだけ歌わせて。全然関係ないけど。風の中でひまわりが揺れる道を全力で走ってる君を見かけたよ。夏の制服ダイヤを溶き添うように汗を拭うその顔が輝いてた。僕のことさえも気づかないくらいひたむきになれるもの、道の先に見つけたんだね。もう一度走ろうか、胸が熱くたぎた。いつの日からだろう、僕が歩き出したのは。生きるとは走ること、いても立ってもいられず前のめりに夢見る。やっぱさ、めちゃくちゃいい曲だよね。めっちゃ好き。セミしぐれの虫たちを探したって木漏れ日の向こうには空しか見えない。ワクワクする新しいその世界は、そんな簡単には見つからない。僕の情熱は大人になるたび聞き分けが良くなって急ぐ理由を忘れてしまった。今すぐに走りたい、久しぶりに思った。見失っていた未来は続いている。歩いてもいいんだと大人たちは言うけれど、前のめりに血を蹴る弾む息も落ちる汗も、生きてるって風を感じるよ。心地がいい疲れを覚えて、確かに夢は
春は回り道、挫折してもやり直そう、希望は体力、まだまだ大丈夫、迷いのない頑張り、君を見てそう思う、前のめりは素敵だ、胸が熱く抱いた、いつの日からだろう、僕が歩き出したのは、生きるとは走ること、いても立ってもいられず、前のめり曲だった。やっぱね、一人で歌う曲ではないですねそして絶賛私がリハで力がはいい曲だった、とにかくいい曲だということを伝えられたので、私はもう今日は大丈夫です。パチパチパチ、絶賛私の体が詰まりまくってるので。さあ、というわけでストレッチして寝ます。ちゃんとストレッチして発声練習もして寝ます。発声練習して寝ないでって、違う違う違う、深呼吸して寝ます。伝わりました？よかった。今ね、歌ってみてね、いかに今私がね浅い呼吸をしてるかがね分かった何で判断してるねんっていうね。はい、なるほど。みんなで深呼吸しとく。ね、自分呼吸浅いなって気づくかどうかわかんないんですけど、もしなんか最近調子悪いなって思ったら、深呼吸は吸うところから始めるんじゃなくて吐くところから始めてください。吐かないと吸えないので、深呼吸は吸わないでください。吐いてください。吐いてから吸ってください。吐いて吸って、あ、だいぶ楽になってきたなって思ったら、一回自分の好きな香りを想像して吸ってください。私だったらなんかフローラル系の香りが好きだから、ラベンダーの香りとかを想像してね吸うの。そうするとなんか背中の奥深いところまで吸えます。何回ぐらいすればいいのかな、自分の体が、あ、なんか楽になったなって思うぐらい。コーヒーの香りもいいね。コーヒーの香り想像して、いい匂いって思いながら吸うとめっちゃ吸えますベリーの香りが好きなんですか。いいですね。やってみよう。ぜひ。なんか吸うことばっかり意識しちゃうんじゃなくて、吐いてから吸おうとするんじゃなくて、
吐いたのを緩めるような気持ちで吸うといいんだって。難しいですけどね。健康オタク、まあ健康オタクじゃないと生きていけないんでね。姿勢を正さないとダメですか。そうですね。でもなんか変に姿勢きれいにしようって思うよりは、逆に前のめりにこうやって首とかを楽な姿勢でやる方がいいかもしれないですね。学びを得た、わかんないですね。学べましたか。あ、でも私も今までだいぶ吸えたわ。勝手に吸ってる。せいちゃんの深呼吸、せいちゃんの深呼吸講座というせいちゃんの呼吸講座ですね。私がめちゃめちゃ息浅くなりがちな人間なので。めっちゃ息吸うじゃんって言われそうだね。めっちゃ深呼吸するじゃんって。千年の呼吸一の方、なんかマジで今歌ってて全然息吸えてなかったので震えた。本日のシガハニは沼った案件ですか。そうです、沼った案件です。なので私はあまり見たらありません。そんなこと言わない、そんなこと言わないでって話なんですよ。ちょっと個人的にはちょっとね、見るのがね、恐れてる見るの。だから皆さん見届けてください、ちゃんと私の。楽しみ、楽しみですか。はい、ぜひ。そう、コラボカフェもねやるんですよ。中目黒かな、4日間限定なんですけど、コラボカフェもやるようなので、皆様ぜひ足を運んでみてください。マジですか。マジです。せいちゃん行かないの。行けるという情報は今のところ聞いてないですね。そう、コンサートでね、丸かぶりしてるんですよね、2日間。4日間だけ、そう、4日間だけらしいので。なんて答え？ちょっともう一曲だけ歌っていい？深呼吸してだいぶ楽になったから、もう一曲だけ歌うね。終わるかと思うじゃないですか。ドラマに出てきたスイーツが食べれるの？そう。1話とかのかな。なんか4つぐらいね出るらしいですね。フリーダム福岡。息を吸うことで変わったのか。これで全然歌えなかったら笑おうね。笑おうね。切ない、愛しい、もどかしい、会えない、寂しい、恋しい、やるせない、苦しい、真夜中、一人、寝返り、ベッドの上、何のため息ついて天井を見上げたか、彼女がいるらしいで噂では聞いてたよ、
諦められるのならすぐに諦めるけど、遠くからあなたを見ていて目を閉じ思い出したって、手には入らない宝石を眺めてるようなもの。寝たふりするのはもうやめよう、本当の気持ちは眠らない、好きになってしまったのはそう誰のせいでもなくて私がいけないんだ。寝たふりするのはもうやめよう、眠くないって知っている、自分にまで嘘をついて余計を待つなんてそうバカバカしい、カッコつけてるだけ。めっちゃ歌いやすくなっててびっくりしてる今めっちゃ歌いやすくなってた。今夜はどこにいるのか想像はしたくない、 LINE とかしてみても惨めになるだけだし、絶対に会わなきゃよかった、何度も思ったけど、あなたがいない世界なんて生きてる価値ないでしょ。寝た子を起こしてどうしたいの、ささやかな夢見るように、窓から夜空眺めても運命の流れ星はきっと見つからない。寝た子を起こしてどうしたいの、眠くなるまで起きてよ、あなたのことそれ以外は過ぎてく時間にも興味ないから。もう1年だね。今だけはあなたの全てを私が独占できる、心に隠した宝石をこっそり眺めるように、寝たふりするのはもうやめよう、本当の気持ちは眠らない、好きになってしまったのはそう誰のせいでもなくて私がいけないんだ。寝たふりするのはもうやめよう、眠くないって知っている、自分にまで嘘をついて夜明けを待つなんてそうバカバカしい、カッコつけてるだけ。寝たふりするのはもうやめよって言ったらおやすみって言うなよっていうおやすみ。以上でした、ありがとうございます。おやすみ。メタフリをやめて本当に寝るんだね。そうです、メタフリをやめてあのお風呂に入ってからちゃんと寝ますありがとうございました、見ていただいて。ストレッチをね、ストレッチするわ、ちゃんとストレッチして寝るね、ちゃんと。あのろうそくっていうのはね、キャンドルつけてちゃんと癒し時間取るね。ありがとう。
そのままお休みで配信来て寝るかと思ったら、そんなことはないよ。というわけで皆さん、この後10あと13分ぐらいで始まりますね、シュガーハニー、ぜひ見てください。今日も楽しかった、よかった。皆さんもあのしっかり呼吸して寝てください。さあ、というわけでランキングが終わります。1位陽一さん、2位陽太郎さん、3位おみちゃん、4位おぎはらさん、5位リバーサルマートひろすけさん、6位としのりさん、7位ワイマツアットよつばさん、8位クーヤンさん、9位ゆきたんさん、10位よっすさん、11位かどまちゅさん、12位けんいくさん、13位こうたさん、そして29福福祉は空耳さんということでした。ありがとうございました。バイバイ。13日見てね、会いに来てね、握手会もお話し会もお待ちしてます。そしてランキング、ランキングじゃない、そしてなんだっけ、なんて言おうとしたのか忘れちゃった。ありがとうございました。なんて言おうとしたんだっけ、声大丈夫、違う違う違う、こういう声を出してるだけ。何言おうとしたのか忘れちゃった。バイバイ、またね。